はい、おはようございます。こちらこんばんは、レオジンと申します。今回もやっていきましょう。コールオブデューティーインフィニットウォーフェア実況プレイやっていきます。よろしくお願いいたします。今回使用する武器はタイタンでございます。景気感じですね。ブレが強くて相談数も多い中、なんかなんともこうザ景気感じというか、もうザ中華機というかね、ゴリッゴリでゴリッゴリで行かせていただきます。よろしくお願いします。いましたね。いなかったね。そこいるんですよね。絶対あそこ顔出しなんでね。あ、味方でした。この武器はね、エネルギー銃なんで、右下の、弾が1個ずつ自動的に入っていきます。弾がね、便利な世の中になったもんだね。本当はリロードしなくてもいいということです。だけど今回の作の警戒銃、もしかしたらね、スライハンドいらないかもしれませんね。腰打ち当たった。ワンテンポ遅かった。敵もう登ってるんじゃないかなって思ってたけど、そんなことはなかったね。よし、じゃあ行きましょうかね。アタッチメントはグリップと、クイックドローをつけております。ストックがまだ出てないんでね、ちょっとクイドログリップでちょっと我慢してますけども、まあ、グリップあってもこのブレなんでね、結構強いかな。強いというか、まあ、ブレは強めですね。確かにブレはちょっと強め。ウェイ。さてと、さあここのフロンティアというマップね、まあ、頭一個出しというか、もう顔出しポジションがほとんどあって、まあ多分これ対象になってるマップかな。対象になってるマップなんで、いると思ったけどね。よし、OK。対象になってるのと、横から敵が湧いてくるので、見るとこたくさんありますが、まあなんとかなるでしょうと言わんばかりの。さあ、ポータブルレーダー下いますねこれね。いや、警戒銃ならではの効果力。影に映んねえか。映ってますねこれ。いなかった。上か。じゃあオッケー。これ上下が地下とね、地上の2つあるんでね、ステージが。だからミニマップでもこう、あ、隣にいるなと思ったら、いや実は地下だった、ごめんなさいみたいなパターン結構あるんで、ここは結構結構慣れてないと難しいかなとは思いますが、ジャンプ打ちのこうちょっとしたジャンプ打ち、これ非常に強いですね。いるやろ。うう、危ない。指だぞ。かさあ、ゴーストがいるんでね、もうあくまでも目安やからな、ほんと。チースは結構もうゴーストゲーっていうか、まあゴーストないとかなりきついかなっていう場合がほとんどなんで。うぅ、3人いたけどね。さあ、スコーチャーレディカモンベビー。ここ。多分当たります。うん、当たらないですね。さあ、ゴリゴリで行きましょうかね。姿見たら撃ちます。姿見えたら撃つよ。このクローがまた強い。よし、ちょっと弾切れたね。さあ UAV だ。ゴリゴリ行こうぜ。今作のエレメジマジ強いもんな。3種類しかないんですけどね、やっぱレジェンダリーとエピックによって性能が本当にガラッと変わるんで。よしドームシールド貼られたら割れるまで撃てばいいじゃない。いないですね。はあスコーチャーレディカモンベビー。ここ当たりますね。さっきと同じとこ撃ってますけど多分当たる。よし、オッケー。スコーチャー怖いよなマジ。味方のスコーチャーでも動けなくなりますからね。そこはちょっとなんとかやってほしいですけど。やべ、オッケー。さあ、ネミスコーチャー、ここは敵来そうですね。体力回復してから行きたい。ナイスキル。地下いるか。どこだ敵。まだいる。うわ、勝てない、勝てないよ。エイムがブレる。グリップつけてもこれか。
いやー難しい。警官銃難しいですね。でもこの不動の構えな感じが僕は嫌いじゃないですけどね。今作の警官銃マジで強い。だからまあ、あれですね。なんていうかな。もうアタッチメントクイドロさえなんかアンロックすれば構えるスピードも速いですからね、これ。多分これパッチでどんどん重くなっていく、動作がどんどん重くなっていって使いづらくなっていくパターンですね。伏せてるやついるし。ああ、もうこれはもう完全に徹底してますね、この野郎って感じですね、マジ。あそこまで行けなくなってますね。オッケー。味方の敵は取ろう。これ絶対こっちから行くやろ。来ないか。真ん中いない。もう動いてないですね。ちょっとこれは突入に行かなければならない状況ではありますが。さあ引っかかってくんねえかな。オッケー。いやー、またやっぱ奥いるよね。やっぱ奥いるよね。リスがさっきから変わってないってことは、やっぱもう敵の位置、もうリス位置近くに敵がいるということですね。だけリスが変わりたくても変われない状況ですね。階段下いない。割り込んじゃえ。さっき同じところからさっき同じところしかおらんもんな。いやー、警官銃の強みがやばいですね。警官銃マジで強いな。カードしてこい。こっちやろ。さあこのこうしてる間にも弾は回復していくんですよね、少しずつですけど。だから強いよね。だから強いよね。味方やったのか。こういう細い通路では意外と当たるのでは。でへへ、いきなり来るのはびっくりするよね。いや強い警官銃マジで。今作の警官銃やばいこれ本当に。え、強ない、強くないこれ。いや動画内でも警官銃3種類これで、ご紹介したんですけども、これは良くないですよ。これは良くない。アタッチメント2つだけでこの威力ですもんね。ではご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。